横の大門とのセックスはどうでしたか。やっぱり大きくてすごい気持ちよかったです。今まであんなおちんちんは経験ありますか。なかったです。大きかった。やっぱり普通のおちんちんと大きいおちんちんと、うん、気持ちよさ違いますか。やっぱり大きいの、うん、いいですね。すごい気持ちよかったです。何が違う。マンコの中がいっぱいでした。おちんちんで嬉しそうだよね。禁欲してきたのは体に影響ありましたか。敏感で自分でもびっくりしてました。もっともっとの気持ちよくなるんですよね。はい。今まで大きいおちんちんを舐めてきたと思うんだけど、うん、大変と思ったことありますか。舐めるところがいっぱいあって口に入りきらなくて苦しかった時もあったので、うん、大きいとやっぱり顎が疲れちゃいました。でもフェラーは好きなんでしょ。フェラーは大好きです。今回の俳優さんはみんな何て言いましたっけ。結婚。